俺はね、自分がね、本当にすごく強くて、頭が良くて、正義感に満ち溢れてて、優しい。ね。そういうことで、すごく小学校1年生から小学校6年生まではね、シカトされてたんですよ。まあ、小6年間のうち3年間ぐらい合計でシカトされてる、無視されてる。もうちょっと無視されてるかもしれない。4年間ぐらいかな、多分。でね、だからこそね、弱い人間たちとよく遊んでたんですよ。まず、勉強ができない。スポーツもできない。ね。そういう人間と、ね、だから悪い言葉で言ったらバカで、鈍いみたいな。ね。でね、だけどね、なぜ頭が悪いのか。なぜ運動神経も悪いのか。ね、これ二つとも悪いんですよ。なぜなのか。お金持ちか、だからなんですよ。お金持ち。ね。遊ぶとね、よくわかるのよ。それで自分の好きなことは、やっぱり、ね、お金持ちだからね、みんなね、ゲームとか、例えばね、漫画とか、プラモデルとか、あとガス銃とかさ、そういう、あとね、ペットね、ペット。で、犬とか猫とか、あと金、なんか熱帯魚とかさ、ね、そういうのをさ、みんな持ってんだよ。飼ってんだね。